それでは遅くなり申し訳ございませんでした。ただいまから知事の定例記者会見を行います。本日の発表事項は1件、山梨のワイン県宣言についてでございます。知事よろしくお願いします。かけてもらいました。すみません、この度山梨県といたしまして、ワイン県を、宣言させていただきたいと思います。どうぞ、先に。よろしくですか。ちょっと待ってね。また、改めてですね、その会議終了後にですね、シールを中心に、写真撮影の時間も設けさせていただきますので、反対もこっち持ってもらっていいですか。こっち、はいはい、はい、よろしいでしょうか。またご注文があればその際に、ぜひまたコールを取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まず、職員がですね、山梨ワイン県宣言を報告いたします。それでは朗読させていただきます。山梨ワイン県宣言。日本ワイン発祥の地山梨県では、明治以来、大正、昭和、平成、そして令和と5つの時代でワイン作りを重ねてきました。この間、山梨のブドウ畑とワイナリーにはワインを愛した先人の思いが積み重なり、今の私たちを見守ってくれています。現在、山梨県は日本ワインの生産量の約3割を占め、甲州ワインの世界進出とともに世界の名城地と並ぶワイン産地としても認められつつあります。新たな令和の時代の始まりにあたり、日本のワイン文化を牽引してきた先人の功績を称えるとともに、これからの山梨ワインのさらなる発展を誓い、ここに山梨県はワイン県であることを宣言します。それでは知事の方からですね、ワイン県宣言の経緯と趣旨の方を、ご説明をいたします。はい、それでは、ワイン県宣言を、させていただきました背景、その点について、お話をいたします。ご承知のように、山梨県は明治ともに日本一のワイン産地であります。生産量、品質、ワイナリー数、これはもうもちろん日本一ですけれども、それらをバックアップする県のワインセンター、あるいは果樹試験場、さらには山梨大学などの技術支援や人材育成支援の体制も他県にはない水準となっております。さらにそれから何といってもです、日本ワイン発祥の地でありまして、明治時代から続く150年のワイン作りの歴史がございます。で、一方、本県の観光における最大の課題というのは、富士山エリアの活性化、富士山エリアの活況に比べまして、国中エリアの状況がこれに及んでいないことにあります。このため、国中エリアで最も多くの皆様に訴求力の高いワインを前面に出して観光 PR をしようという、観光 PR を行おうというのがワイン県宣言であります。現在、日本各地でクオリティの高いワインが作られておりますが、またワインをテーマにして地方創生をしようとする動きや、ワイン観光などの動きが出てきているところであります。こうした状況の中で、山梨こそが名実ともに日本一のワイン産地であることを広く認識していただく意味で、本日宣言をさせていただきました。今後は新たな令和の時代において、国内外にワイン県をアピールいたしまして、富士山に集中する観光客を国中地域にも呼び寄せ、多くの皆様にお泊まりいただき、ワインのみならず本県の豊かな食や日本酒などを大いに味わっていただきたいと考えております。また今
このネクタイは、ワイン柄のネクタイですけども、これはあの軍内の軍内織物でございます。それからこれはあのすいません、借り物なんですけれども、やっぱりブドウを、モチーフにした、ジュエリーもいずれも、山梨の県産品でございます。まあ、こういろんなものに波及をさせることで、まあ、県内経済を、活性化させていきたい、まあ、全ての、まあ、産業、まあ、もちろん日本酒も含めて全ての産業が、ウィンウィンとなるような、そんな、政策展開を目指していきたいと考えております。私からは以上です。それでは、発表事項、ワイン県宣言につきまして、ご質問をお受けをいたします。いかがでしょうか。朝日新聞の平畑と言います。山梨県がワインの産地であることは割とあの、まあ、全国的には知られていることだと思うんですけれども、特にこのワイン県を宣言することでこう意外と知られてない要素とか、特にこういった点を PR されたいという重点的な項目とかがあればお伺いしたいということと、あの知事個人的に特にワインに親しまれる機会があるか、知事就任以降とか何かこう毎日飲んでますとか、そういったちょっと個人的なエピソードとかあれば伺いたいと思います。まあ、あの本当にあの関係者の皆様 の, あのご努力のおかげで、まあ、山梨イコールワイン、山梨といえばまあワインみたいな、そういう、こうイメージというものはこう、まあ、ここ数年で大変こう広がってきているわけでありますが、まあ、他方でですね、そのいろいろライバルも、多いわけですので、まあ、あのこの際ですね、改めてあの本家はどっちだというのをですね、示しておこうという意味であります。まあ、それからもう一つは、あのもう一つのその、まあ、あとはですね、まあ、そのワインということをまあテーマに、なんて言うでしょう、ワイン県ではワインは山梨だというのはみんな知ってるのかもしれませんけれども、まあ、じゃあ実際それをこう飲みにいらしていただくところまでのこうもう一歩をですね、踏み出していただくことにつなげるための、まあまあ、様々なこれから取り組みをするわけですが、まあ、そのキックオフというかこう皮切りに、まあ、今回の宣言、をしていきたいと思っています。それから、まあ、私自身はあの、多くワインももちろんいただくわけでありますけども、まあ、ワインとあの限らずですね、まあ、この山、まあ、ちょっとこの体系の3分の1ぐらいはですね、おそらくその山梨県にやってきて、寒い冬の中でですね、その県庁から、まあ、当時はあの職員宿舎北口の八幡神社の方にありましたけれども、まあ、そこまで歩いていく最中で、凍えてですね、そのうちに帰ってその山梨の、日本酒熱燗で飲んで、まあ、これがですね、あの多分、相当身になってるんじゃないかなと思いますが、あのまあ、山梨県はあのワインにしろ日本酒にしろですね、あるいはビールにしろ、まあ、あのウイスキーなんかもありますけれども、大変あのいいお水のもとで高い技術を使って、本当に美味しいお酒が作られてますので、まあ、あの足を運んでくれさえ、多くの方に足を運んでいただきさえすれば、まあ、こういうものを体験していただいて、必ずやファンになっていただける、まあ、こういう、ことをあのぜひ、つなげていきたいなと思っています。よろしいでしょうか。いかがでございますか。失礼します。産地文沢です。まあ、ワイン確かに日本一ですけど、山梨ですと、まあ、ブドウとか桃とか、まあ、いろいろ日本一がある中でですね、あのワインをあの選んだこう狙いというのはどこにあるんでしょうか。やっぱりあのフルーツのファンも大変多いわけですけども、まあ、一つはその、まあ、ワインは1年360日あの手に入る、わけですので、まあ、観光を進めていく上でですね、その、まあ、もちろんその、まあ、フルーツをはじめ農産物は大変重要な観光資源ではありますが、まあ、通年で、
あるし、あといろいろ幅広くこう展開が、まあ、もちろんワインだけじゃないんでしょうけれども、あの幅広く展開できる、まあ、例えば今先ほどこういうものとか、今ワインタクシーとかワインツーリズムとかいろいろありますけれども、まあ、こういうものがありますので、まあ、ワインを選びましたということであります。産経新聞の渡辺です。うどん県に比べて、なんていうか、余裕がない、拡張高い分余裕がないような気もするんですけれども、例えば、芸能人を副知事にするとか、名刺をワイン県知事にするとか、郵便物を、あ、できてるんですね、仕込みは上昇。はい、すみません、その辺の遊び心の部分をどうされるかということを、はい、それもこれから、ね、さまざま楽しいことを企画していきたいと思ってます。これどうぞよろしくお願いします。これやったら面白いんじゃないかとか、いろいろお知恵があったらぜひいただければ積極的に取り入れていきたいと思います。他にいかがでしょうか。先ほどから日本酒に対する配慮の言葉がいくつかあったと思うんですけれども、まあ、先ほど知事ご本人もおっしゃったように、日本酒であるとかウイスキーであるとか、その同じアルコールというカテゴリーの中ではまあ、ワイン以外にもあると思うんですけれども、そういった他の業種への配慮というか、逆にワインが目立つことによって日本酒がこう影に暮れてしまう恐れがあると思うんですけれども、その辺についてはどのように思いますか。それも全くそうは思っていなくて、まあ、要はワイン圏ということで、多くの方がですね、山梨県に足を運んでいただければ、まあ、当然ワインだけじゃなくて、さまざまお酒、大変クオリティの高いものがあるわけですから、まあ、こういうものに触れていただく機会というものもこう生み出される。で、知られれば必ず、山梨の、それこそ、まあ、まあウイスキーなんかはもうあれですけど、インターナショナルですけど、まあ、ビールですとか日本酒含めまして、ここに来て飲んでいただく機会さえできれば、必ず多くの人がですね、固定的なファンになる。これはもう疑いないことだと思っています。それだけのクオリティのものを我々は作っていると、いうことですので、まあ、両方相乗効果を持って、伸びるはずだと。でまた伸ばすためにですね、まあ、ワインももちろんそうですけれども、日本酒に対しても、まあ、これまでとはその段違い、まあ、異次元の、振興策も考えようと、いうことでやって、まあ、いろいろ仕込みを考えています。まあ、ですので、そのワイン圏宣言をしたからといってですね、山梨県産の日本酒に対する、山梨県のこう思いというか熱意というか、愛情というかですね、まあ、そういうものはもう微動だにしない。まあ、むしろ両方全部盛り上げる、こういう心意気で臨んでいます。ちょっと別に批判をするわけじゃないんですけど、ワインっていうと、まあ、まず20歳以上じゃないと、まあ、対象にならないと。でしかもその20歳以上だったらその飲める体質の人と飲めない体質があって、その対象としては少しちょっとマークとしてはワインそのものでいうと狭くなって、例えばうどん県みたいに、まあ、こう小さい子供からもこう親しめるような感じはないと思うんですけども、その辺このワイン券をすることによって、例えばターゲットとしてちょっと大人な人を狙っているとか、そういうことなのか、なんかその狙いみたいなのも改めて聞かせてください。やっぱり山梨県これからですね、その観光に関しても高付加価値化を目指していきたいという中で、その、まあ、もちろんその、まあ、まさにその素材からこう付加価値をつけている、まあ、商品 の、 その代表的な事例の一つだと思いますし、またまあ、このワイン、まあ、
まあ、もちろんお子さんは来ないでくださいっていうことでは全然なくて、まあ、特にその、まあ、こういうワインのイメージ、まあ、若い、まあ、若くなってるんですけど、まあ、大人の皆さんに呼び寄せていただいて、まあ、様々山梨県の美味しいもの、あるいは素晴らしいものに対して、お金を使って消費をしていただきたい、こういう思いはございます。まあ、ただですね、ワインはその先ほど言いましたけど、幅広い、こう裾野が相当広くて、例えばそのワインビーフですとか、ワイントンなんていうのもあるわけで、まあ、こういうものは当然お子さんだって、美味しく召し上がっていただいているわけですし、またもうその、まあ、なんていうんですか、その、まあまあそういう意味ではですね、まあ、いっぱいあるみたいですよ。ワインパスタとかワインパンとかワイン卵なんていうのもあるみたいですね。なので、まあ、極めて広い裾野があるものだとは思います。よろしいですか。会社が。あ、大丈夫です。つい先ほどから仕込みがあるとかおっしゃってましたけども、具体的に今後決まっているものがあれば取り組みないようにそれは韓国からですか。区は調整に向けまして、マスコミを含めたメディア PR をしていきたいと思っております。させていただきますと、先ほど部長がおっしゃいましたように、9月都政に向けて県外含めて観光 PR をする予算についても検討しております。でそれとは別に当面としまして、県 の, 観光のネット、それから観光推進機構での、PR 等にいち早く、ワイン県宣言話を取り入れて、PR をしていくことを進めてまいります。まあ、あとはそれこそ外国に持っていくとかですね、まあ、アイオワ州とのこう60周年、姉妹提携60周年も近いですし、また四川省とも35周年も近いですし、まあ、そういうさまざまな機会を捉えて、まあ、売り込みを、まあ、こういうワインステイツの、イメージを広めていきたいなと思います。他になければ、はい、どうぞ。UTI の松本と申します。お願いします。まあ、先ほど知事もライバルも多いというところで本業なんていう話もあったんですけど、まあ、実際結構日本ワインの山梨以外の産地のコンクール上位入賞するところも増えてきてるのかなという印象もありますし、あとは醸造用のブドウも例えばその高温化であるとか、あと、作り手の方のこう不足というか高齢化であるとか、あとシャインマスカットの人気とか、ちょっとそういったこうワインをこう押し出していくのもいろいろこう課題とかこう手こ入れが必要な部分もあるかなと思うんですが、そのあたりはどんなことをお考えになりますか。確かにですね、その、まあ、今年 の, その、ワインコンクールでは、公衆ワインのその1位は本県ではないという、まあ、残念なこともありましたので、まあ、このワイン県宣言を機会にですね、この名前に負けないように、質と、しっかりとした量が確保できるような、まあ、考えられるいろんなことを今おっしゃったその醸造用ブドウの栽培拡大ですとか品種の改良ですとか、まあ、様々なことを取り組んでいきたいと。よろしいでしょうか。FM 上の村ですけれども、県民の方、一般の方に向けてこう今回の宣言にあたって呼びかけたい思いといいますか、こういう国一緒に盛り上げてほしいといった思いが知事ご自身からあればちょっと聞かせていただきたいんですけど。はい、他に誇るものはいっぱいあるわけですけれども、まあ、特にこのワイン、まあ、山梨のワインというものは、
国内だけではなくて、ある意味世界に打って出て、戦える、ものだと思っています。そういう商品を生み出す、今度はやっぱりそれだけのこう磁力があって、人を必ずはですね、その知られることによって、多くの人の憧れを、かきたてて足を運んでいただける地域になるのは間違いないと思います。山梨県というのはやっぱりそれだけのこう可能性があって、力がある、地域だということをですね、ぜひ県民の皆様と、そういう意識をですね、シェアしていきたいと思いますし、そういうその自信と誇りのもとにですね、他の、いいものを内向きではなくてどんどん外に向かって、売り込んでいきましょう。そうすることで、豊かな、生活、県民生活というものを実現していきましょう。こういう呼びかけをしていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、これよりその他の案件につきましてご質問を受けようと思います。いかがですか。中央暖房のことでお伺いしたいんですが、もしですけども、今日の紙面でですね、11月に開通が延期になるというお話だったんですけれども、8月の夏の予定が11月に延期ということですが、その分もどういうふうに受け止めていらっしゃるか、お伺いしますでしょうか。それは1日も早い開通を求めてきているわけですので、早く開通していただきたいわけですが、他方でその安全、工事の、最中あるいはその工事後の安全確保というのは何よりも優先されるべき話だと思いますので、ここは誰もサボろうと思ってやってる、わけではない、というのはこれは疑いもないことですので、仮にその遅れるということがこう確定されるようなことがあったとしたら、残念ではありますが、仕方がないと。終戦の日が近づいてきましたけれども、知事は靖国神社に参拝される予定はありますでしょうか。それから、歴代知事は山梨県護国神社の法参会長を務めてらっしゃいますけれども、長崎さんも就任されたということでいいのかということと、15日の護国神社の追悼式には参列されますか。15日の終戦の日に関しては、その護国神社の、その集いがありますので、それは確か主催者だと思いますので、私はそちらの方に、出席をいたします。靖国は残念ながら、終戦の日にお伺いすることはできません。他に水害対策に関して、現状では日本経済族が自社で行っているのかなというふうに思うんですけれども、非常にその自身も心を砕いていらっしゃるとしているんですけれども、県としてこう何か考えなければすることがありましたか。はい。それからもう一点なんですけれども、元の直近に見つかったアマハタダムの下流のですね、コンクリートくずの不法投棄のことなんですけども、これに関して現状その検察捜査に入っているようではあるんですけれども、山梨県として刑事告発する工程はあるかということがあって、でそれに関連してなんですけれども、大変非常にうがった話になるのかもしれませんが、この日経工業という会社の社長さんが元山梨県職員さんでいらっしゃったと、で知性課長さんでいらっしゃったということをですね、刑事告発とのですね、関係ですね、関係あるのかないのかというところ
まあ、知事、お考えがありましたら、はい。まず天畠ダム その土砂の、代謝が大変よろしくないレベルまで、達しているという件に関しましては、この、その、ダムに関しては国が、監督権限を持っておりますので、国に対して、適切な権限行使を早急に、取っていただきたいと思っています。まあ、他方ですね、県は河川を管理する、治水の責任も負っておりますので、まずはですね、我々直接の権限はないんですけれども、日本経金属に対しまして、早急にこの堆積土砂の、処理をするように、要請をしたい、要請をするということで、今部内で、そういう意思決定をしております。あとは、国と、相談をしていきたいと思います。それで2番目 の、コンクリクズの、不法投棄に関しましては、これが関連の、排出業者、あるいはその土地の管理者に対しまして、期限を決めてですね、撤去を求めていきたいと思っています。まあ、現状はこの業、いずれもですね、撤去しますという意思は示しているので、僕ら県としてはですね、一定の、ね、100年間で撤去しますと言われても話にならんので、こういう時期、なんでしょう、その可及的速やかにです、ね、期限を決めて、まずは撤去して、をやっていただくべく、それは指導していきたい、と思います。それから刑事告発云々という話は、視野には必要に応じて視野には入れるわけですが、ただそのいろいろですね、その受理されるだけの、受理されるにはそれ相応のこう調査をしないといけないわけで、今その調査はしているところであります。その結果するべきかどうかっていうのは分かんないですけど、ただ僕ら県としてはですね、この状態を早く是正してくれというのを最優先ですので、刑事告発云々というのは二の次って言ったらあれですけれども、それが本質ではありません。それから先ほど日経工業でしたっけ、そこの社長さんが県の OB であるというのは私どもも承知をしておりますが、この日経工業の案件に関してもここは撤去を、してもらって、今事実最終的な事実の確認をしているところですけれども、目的はその刑事告発かどうかという、そこに我々がやりたいことの本質があるわけではないので、ここは同様にご理解をいただきたいと思います。ただまさにその県の OB がですね、再就職をされていて、それがゆえにですね、実際その県の行政当局に対して何かしら働きかけがあったかって言ったら、そこは確認されない、もう相当前にお辞めになられた方ですので、逆にですね、今私たちは部内でお話をして話を対応しているのはであるがゆえにですね、変な疑念を持たれないように、ここはきっちり、厳格に向かい合っていきましょうということでは私から担当者まで一致した考えだと思います。朝日新聞の吉澤と申します。中央山道 の、 北部区間の環境アセスの手続きが始まりました。はいはい、非常に分厚い方法書なんかが示されていますけれども、知事はその都市計画権者でもあり、同時にアセスに関してはその、結果を受け取る環境の知事でもあります。その環境の知事としてこのアセスに関してのコメントなんかまだ聞いてないような気がするので、ぜひ環境の知事としてのお考え。今回出された方法書はそのどういうふうに環境アセスをやりますかということについて、記されたもので、それに対するこう意見を、これから今いろんなところの、我々も含めて募集するわけで、まずはですね、その今部内でも、見てもらっていますので、その結果を聞いてからいろいろ考え考えをまとめていきたいと思います。
先日の富士山登山鉄道の会議の中で、はい、世界遺産センターの展示がお粗末であるという指摘があり、知事は見直しを約束されましたけれども、その検討の手法とスケジュール感について教えてください。今現在検討しております。ただああいうご指摘、要はああいう施設はその外から見て興味深いものじゃないといけないと思いますし、そういうものになってないっていう指摘は大変重要な指摘だと思いますので、先般その後にそのさんが発言されましたけど、彼なんかともこういろいろ相談しながらですね、どういう方向で見直していっていったらいいのかって、まずコンセプトをこう今相談しながらやっているところであります。コンセプト作り、どうぞ。すみません、よっちゃん食品工業のですね、商品が今話題になっているんですけれども、県内の企業が脚光を浴びていることについてどのようにお感じになっていますか。よっちゃん商品がね、同じ世代かどうか分かりませんが、昔からよっちゃんいかとかいろいろあったじゃないですか。で、私にとりましては極めてメジャーなお菓子なんですけど、お菓子というかおやつというかなんですけど、それがその、まず 山梨県で作られてるっていうのは子供の頃は知らなかったですけど、知ってからやっと誇らしい話ですし、それがですね、あれですよね、その要はゴルフの、チャンピオンの、偉業のに貢献したとなればなおさら喜ばしい話。その商品自体食べたことないですよね。他の商品は食べたら、よっちゃいいくらか、私は1本30円ぐらいでしたね。山梨放送の方で、はい、日韓関係の、はい、ちょっと明かりでですね、山梨県への影響等を見てますでしょうか。その岡村山梨、今特段、何がしかこう影響が及んでいるという話は、承知をしておりません。他にいかがですかね。テレパコーマンさん、まもなく知事就任されてから半年になると思います。でまた後日いろいろ詳しくお話を伺える機会はあろうかと思いますが、半年も前にしてですね、約半年知事を務めてこられてですね、感じていらっしゃる手応えとかですね、その辺を、簡単にお伺いできますでしょうか。想像以上にやることが多くて、あっという間に半年経っちゃったっていうのがです、ね、偽らざるところです。ただおかげさまで、県庁の職員の皆さんも大変その意欲的に、ことに臨んでいただいて、サポートもしていただいてますので大変ありがたいと思ってますし、また県議会あるいはその、国会議員なんかもそうですし、そういう県の政治関係者、あるいは市町村、各地の市町村長さんも、あるいは市町村の役場の方々もそうですけども、また大変建設的な、議論ができているんで、それにも助けられています。あとは やっぱりこういろんな意味でこう多くの県民の皆様の、ご期待というか思いというのもこう集中する職務なんだなというのは改めて痛感するところですが、であるがゆえにですね、まだまだ時間が足りない状態が、今 6ヶ月やってきての感想です。この6ヶ月 やれたことに関しては1時間でも2時間でも自慢することはできるわけですけども、この感想を聞かれてどうかというと本当にあっという間の6ヶ月で、
果たしていろいろ公約で今先ほど、ね、登山鉄道なんかも言われましたけど、そのお店をいっぱい広げちゃったわけですけども、そこをどこまでですね、形に、することができるのか、これ形をするっていうのがお約束ですから、それに向けてですね、引き続き、全力投球以上の、尽力をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、よろしければどうぞ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 。ではですね、先ほど質問があった中央弾道の改造の遅れの方なんですけども、ここ残念ながら仕方がないというような受け止めをお話しされたかと思うんですが、具体的に何か働きかけとかされるような、それに関してご予定ってありますか。もうここはですね、本当に技術的なところだと思うんです。その誰ももう早く誰もが早くですね、もう仕上げて、供用開始したいっていう思いはですね、その我々だけでもなくて、工事に取り掛かっている方もそうでしょうし、もうみんな共通しているところだと思いますので、特段働きかけというか、我々が願うのはもう事故がなく、とにかく安全に仕上げていただきたいという一点に尽きるわけですので、早期開通に向けて、ね、政治的にいろいろ働きかけてこう無理させても、無理したゆえにまた事故が起こったとか、手抜き工事なんてのは考えられませんが、本来チェックするべきところをチェックし終わっちゃったとかですね、そんなことがあったら困るので、ここはですね、自然体で、見守らせていただきたいと思います。他にもよろしいでしょうか。それではこれで本日の記者会見を終了いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。